第二次世界大戦インド洋の戦い日本軍のクリスマス島占領クリスマス島の一日本軍のクリスマス島占領は太平洋戦争中の1942年3月31日に起きた大日本帝国海軍によるクリスマス島を占領するための戦いイギリス軍人に対するインド人兵士の反乱が発生したため日本軍は 抵抗を受けずに島を占領した。だが、アメリカ海軍潜水艦の攻撃により、攻略部隊に加わっていた、軽巡洋艦中が大破した。本港では、その前段階における、ナグモ機動部隊別動隊による砲撃についても述べる。クリスマス島は、ジャワ島の南3 0 0トルのインド洋上に位置する島で、当時は、イギリスの植民地であった。 クリスマス島を第一弾作戦中に攻略しようとする意図は日本軍にもなかった。しかし、クリスマス島は以下の二つの点で重要な場所であった。一つ目は、この島がインド洋交通路上の要点に位置しており無電極もあって、オーストラリアインド間の通信を中継していたこと。二つ目は、日本にとっても必要な資源である林鉱石が採掘されることである。 1942年3月上旬、南雲忠和中将率いる南雲機動部隊は、ジャワ島南方へ進出、オーストラリア方面へ脱出する連合軍艦艇を、相当していた。3月6日10時30分、南雲司令長官は、残敵相当を命じ、第2航空戦隊、第3戦隊、第2小隊、第17駆逐隊の発石は、別動隊を編成。 機動部隊本体から分離した。空母2隻の護衛に17駆逐第2小隊を残し、4隻は3月7日、早朝にクリスマス島へ、艦砲射撃を行う。約20分間の砲撃で、イギリス軍守備隊は白旗を掲げた。だが4隻は同等を占領することなく、白旗を放置してクリスマス島を去った。9日午後2時、別動隊は、 なぐも機動部隊主体と合流した。報告を受けた、なぐも司令長官は、クリスマス島の攻略は昇兵力をもって、容易に実施可能と結論づけている。一方、軍令部の高松の宮信人親王は、別動隊の艦砲射撃を、クリスマス島は占領予定なのに、余計なことをすると表した。 インド人たちは、イギリスの植民地下に置かれていたインドを、イギリスの支配から解放するという日本軍の呼びかけに、応える形で、3月10日に反乱を起こし、イギリス軍の指揮官たちを殺した。1942年3月のクリスマス島における、インド人反乱による、英海軍指揮官犠牲者の追悼碑の画像、そして、島に残った、オーストラリア人とヨーロッパ人を監禁した。 3月14日、大本営は、山本56連合艦隊司令長官に、大使クリスマス島の攻略を指示する。山本長官は、南方部隊指揮官、近藤信武中将、第二艦隊司令長官に、同等攻略を、加齢。近藤長官は、イン部隊指揮官、高橋坊中将、第三艦隊司令長官に、作戦の実施を命じ。 高橋司令長官は、乱ン部隊機密、第203番電をもってクリスマス島、攻略作戦実施要領を達した。これに対し、クリスマス島にあったのは、第一次世界大戦後に、シンガポールから移された6インチ砲が1門と、対空砲が3門程度であった。イギリス軍の守備隊は32人程度で、その大部分は、インド人であった。3月15日、 第16戦隊司令官、原県三郎少将を総指揮官とするクリスマス島、攻略部隊が、正式に編成され、3月31日の攻略を、目指した。主体、第16戦隊、警戒隊、陸戦部隊、第24特別根拠地隊文献隊450名、第21特別根拠地隊本位200名12センチメートル方4.8センチメートル、 公格砲4、第102建設部隊200名、補給部隊、さらに、影楼型駆逐艦天津風という兵力部署であった。なお、再編された第16戦隊には、軽巡洋艦3隻が所属していた。当初ニューギニア攻略部隊に所属していた軽巡、ながらは、軽巡、絹と入れ替わる形でクリスマス島攻略部隊に、編入される。 これは、ながらが新編成される第10戦隊機関に内定しており、長期の作戦計画には従事させられなかったからである。また、第22駆逐隊は、陸軍第16軍のジャワ第2次輸送任務終了後、主体への合流を命じられた。3月29日17時、第9駆逐隊は、ジャワ島、パンタム湾を出撃して、対戦相当を実施。 19時に死体と警戒隊は出撃した。日本軍攻略部隊は、米潜水艦サーモンに発見され、位置を通報されていたという。3月31日、日本軍船団は0700に、クリスマス島北方15回里に到達した。ところが、同等に潜水艦1隻が存在していることが、判明し、軽巡3隻はそれぞれ水上偵察機を出して、 対戦警戒に当たらせると同時に陸上施設を爆撃させた。中も艦砲射撃を行った。この時潜水艦シーウルフは艦長フレデリック・ b ウォーダー少佐の指揮下でクリスマス島沖合を紹介していた。クリスマス島攻略そのものは順調に進んだ。日本軍は抵抗を受けずフライングフィッシュ後部に上陸した。 午前8時、クリスマス島守備隊は白旗を掲げ、警戒隊、輸送船は、入りパクして、陸戦隊の揚陸を開始する。捕虜の中には、2月27日に撃沈された、水蒸気母艦、ラングレーの運用長も含まれていた。9時49分、中は、距離1000メートルから発射された、魚雷3本を回避し、爆雷6個を投下して撃沈確実を報告した。 シーウルフは、正気を掲げた、ナトリ級巡洋艦に魚雷4本を発射し、1本命中と判断した。シーウルフは、爆雷攻撃に耐えながら、次の襲撃機会を伺った。20時30分、駆逐艦、天津風が到着して、対戦紹介に加わった。4月1日午前6時、ナトリは、白地北方20海里で、雷石1本を確認。 爆雷攻撃を行ったが効果は不明であった。シーウルフからは、ナトリと中の区別がつかず、昨日の目標と目の前の目標が同一なのか、損傷感から、健在感へ召喚が異常したのか、日本人にもエープリルフールの風習があるのかと、混乱していた。シーウルフは、魚雷3本を発射、魚雷1本命中と判断した。18時4分、中及び、 第9駆逐隊はクリスマス島北方海面をの自運動を行いながら紹介していた。シーウルフは再び中を来撃する。中より右70度距離700メートル地点から発射された魚雷一本が右舷中央部に命中、中は一時航行不能となった。天津風と小海艇34号が中を護衛した。19時20分、中は 不言候補約 6km に浮上潜水艦を発見して、これに発砲、駆逐艦たちが爆雷攻撃を実施、その後第36号哨海艇は20時30分に撃沈確実を報告した。シーウルフは猛烈な爆雷攻撃にさらされ、緊急浮上した際に駆逐艦と衝突しかけたという。一方、西村司令官は中の栄光を 第16戦隊機関、ナトリに依頼する。21時30分、中は、ナトリに栄光され、各艦に護衛されて、パンタムワーへの退避を開始した。また主体と輸送船も荷上げを打ち切って、退避を開始した。22時30分、熊川丸は、第36号小海底に護衛され、臨港袋詰め42トンを積んだ、君島丸は、 第34号小海艇に護衛され、それぞれ白地を出発した。中は、ナトリに栄光されて、ジャワ島、バンタム湾へ退避したが、途中で、自力航行可能となった。この時、ライン部隊指揮官、高橋伊望中将は、バンタム湾に停泊していた、急難船、西ナミマルと、第22駆逐隊、第2小隊に、中救援を命じていたが、 中自力航行可能により、聖波丸の随伴は取りやめ、に招待のみ合流した。4月3日午後1時40分、中は、パンタムワンに到着した。またクリスマス島攻略部隊は4月3日午前9時30分の、ナトリ・バンタムワン到着をもって解散する。シンガポールで、応急修理した後日本本土に開港された、中は、舞鶴海軍交渉で、 本格的に修理することになった。中は6月15日府で第4水雷戦隊から除かれ、同戦隊機関は長良型軽順、ゆらが務めることになった。クリスマス島占領時、同等の倉庫に輪行席約2万トンがあったが、発電機故障のため積み込み不能であった。日本軍は輪行の搬出を目論んだが、労働者たちのサボタージュに遭い、また、 輸送貨物船が1943年に潜水艦の攻撃で撃沈されるなどして、同年12月には荒方島を撤退した。ありがとうございます。